ホラーグズラダドは、1967年10月7日から1968年9月25日まで、フジテレビ系列局で放送されていた、笹川博士原作、辰野ノコプロ制作のテレビアニメである、森永聖火の一社提供、モノクロ作品、全104話、宇宙エース、マッハ55に続く、辰野ノコプロ制作アニメの3作目で、 タツノコギャグ路線のかぶら屋となった作品である。原作は、笹川博士が、週刊少年サンデー1966年3月13日号に発表した、オンボロ怪獣くずらで、アニメの放送期間中には、伊達連太郎によるコミカライズ作品が同じく、週刊少年サンデーで連載されていた。なお、単行本は、まず明けぼの出版から全3巻 その後1976年に長文社から全2巻が発売されたが、いずれも絶版2008年8月からは漫画ショップより発売されている。旧作の平均視聴率は18.5%。本作は後にリメイクされており、旧作の放送から20年後の1987年10月12日から1988年9月20日までテレビ、 東京系列局で放送されていた全44話。こちらはカラー映像で複数社提供で放送されていた。リメイクするにあたってやり直したのは作画以降の工程のみで、音声についてはタツノコプロに残されていた旧作の音声を流用するという独特の手法が取られていた。また、柳上ジ,ジがゲスト声優を務めた回では担当キャラクターを タイムパトロール対お助けマンのセコビッチに書き換えるなど、作画上でのお遊びも行われていた。内はリメイク版でのタイトル。マークはリメイク版では放送されなかった回。これら以外にも A パートと B パートを入れ替えたり、他の回の話と入れ替えたりされた回がある。放送日時は個別に出典が掲示されてあるものを除き、 1988年9月終了時点のものとする。クズラが遊園地に行った話では、横浜ドリームランドでロケーション撮影してきた実写映像が背景に使われ、クライマックスでは実写のブラスバンド更新シーンにアニメのクズラを合成した映像が使われていた。これは笹川の発案であるが、当時タツノコプロの専務であった吉田健二が、うちはアニメ屋だ。 アニメを作っていればいいんだと意見したことにより、依頼道プロはアニメ実写合成を封印することになった。ありがとうございます。